やった。ほいどうも皆さんこんにちは、翔平 TV です。本日はここ埼玉県入間市のモンタナスポーツさんに来ております。ここは僕の地元なんでいつも来てるんですけど、今回はなんかすごいアイテムが来たということで撮影をさせてもらってるんですけども、関東では珍しいものだと思うんでちょっとそれを紹介していきたいと思います。それでは行きます。てっぺんが関東に進出。はい、というわけで今回はこちらのてっぺんのグローブを紹介したいと思います。埼玉県入間市モンタナスポーツにてっぺんグローブが届きまして、今日関西での扱いが多かったと思うんですけども、まあ、関東ついに進出ということで、はい、こちらてっぺんのグローブ紹介していきたいんですけども、はい、こちらがまずてっぺんの ATM2 という品番のグローブなんですけど、こちら意外と小ぶりで、ここにてっぺんと書いてありますね。で、あのてっぺんレザーというレザーを使ってるということで、触ってみて結構上質な革だなっていう印象です。はい、触っただけでもういい革だなっていうのがすげえわかる。ちょっと入れていきますね。で、これはあの掴み取り用のグローブだと思うんですけども、まあ、公式用で掴み取りのグローブです。はい、じゃあ公式用なんでもうカチカチなんですけど、ラベルもこちら側にありますね。で、こちらのありますか、ここも全部ステッチがありますね。ここも全部ステッチがあって、ここの紐にもステッチがあるという、ちょっとこうおしゃれな感じですね。もうこちらも全部ステッチがあります。はい、いいですねこれ。おー、はい、そして次こちら、こちらがてっぺんのグローブ RM6 というグローブですね。こちら先ほどの ATM2 に比べて結構大きめな感じで、こちらさらに当て取り用のグローブとなっております。当て取りなんですけど、ここの部分が結構大きいんじゃないかなと。結構大きめですよね、大きめのグローブですね。で、比べてみてもこのような感じで、まあ大きさが多分全然違うと思うんですよね。はい、でこちらのウェブの部分が多分結構大きいんじゃないかなと、大きいんじゃないかなと思います。はい、本当にこの的っていうんですか、この面がすごい広いんですよね。面がすごい広いんで当て取りにはすごいぴったりで、取りやすいかなと思いました。自分はこういうグローブを使ったことがないんで、わからないんですけども、もし内野手の方、この動画を見てましたら意見をください。このような感じ、このような感じですね、当て取り用です。はい、はい、てっぺんのグローブを触ったことある方、てっぺんのグローブ詳しい方いましたら、こちらのグローブはどういうグローブかっていうのをこちらのコメント欄に書いていただけると僕も勉強になりますんで、ぜひともお願いいたします。はい、ということで今回はこちらのてっぺんのグローブを紹介いたしました。こちら気になった方は埼玉県入間市にあるモンタナスポーツさんにこちらを2つ置いてありますので、ぜひとも見に来てはいかがでしょうか。ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、いいねよろしくお願いします。それではありがとうございました。